蜂作りめちゃめちゃシャレでね、これマジで全部バカマサ作ってるの簡単にはできんからねどんなんができるかどんなんかーな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 それがね、設楽さん、丁寧に攻撃になるはい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 立てていきたいんだけど、相当乾かさないと、うん、これはこれとして、もっと別のおぉ、カメラで座ってるかわからないけど、はい、めちゃくちゃ楽しいからな全然いい全然売ってる焼き鉢と似てる似てる似てるって言うたらあかんけどこれ何なのこれ3本と終わりなのいや、貼ります貼ります腰痛くなって、ね、腰痛くなって振りやられてくるんですよそのためにそこに座り健康あそういうことなんですかこれ面白くないいいねこれ面白いですよね、うん、変だろすごいな、これ改めて見て、はい、すげえパチ感が出てきて恥ずかしくなってきたな、なんかあれね、3枚重ねぐらいになってるこの上からもいってる出すよね一応このパーナーはこういうカット湾曲みたいになってるのがめっちゃかっこいいな、うん、湾曲入りますちょっと待って、これ切りすぎたらあかんのじゃん、うん、その20センチにしたい理由は何18センチ8センチの筒があるんですこれに水を入れて刺してるんでその要はカバーとしてやりたいからそれが見えちゃうちょっとこれ湾湾曲入れすぎて大変だなこういうやつを、はい、こういうふうにここにちょっと合体させていくなるほど湾曲腹立ってきたな腹立ってきたどういうことさ不甲斐ない自分にどういうつもりでやってんねんっていうゴールが見えてなくて適当にやってるから、はい、これを作りたかったんかって今俺思いながらいやでも意外とねいいと思うよ本当ですか、うん、最初よりもこう細かくなってるから、はい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 、上からなんか合体させて足していけば、うん、今あのなんかすごいプレデターの頭みたいになってますねあんま生意気濃くないよこらお前プレデターの頭は生意気濃きましたね嘘だってやっぱやばい今のはいかついっすね汚ねえちょっと待って俺だってあって言うてまいましたもんそんなこと言う一生懸命作ってると横目にカメラ回しながらそっちのあですかそうですよ僕はそのあそうだの方のあだいや違ういやいやマジで変な巻き込みやめてください佐田さんがもうグイグイ進んでってるから、なんか時間かけすぎなの乾いちゃう怒られたバーカあ、最悪、マジプレデターあ、ちょっと待ってほんまに、ここだけそこだけバカってどうですかよバカってどうですかよ丁寧にやりすぎて遅いっていうね、うんうん、ちょっと固まってきちゃってるからやばいもう性格が出てきてるわ、うん、ねひび割れてくるんで早めにはい、もう僕らもうコマ貼っちゃいました手ぐしはつけなくていいの今先につけんねややることやばほだったお疲れかんだよ乾いてきて全部が全部同じ手ぐしやと思んないんで赤松さんのこの元々のこのお玉で作ったというこのちょっとワニ柄テイストいやいや、おろうと思ってる。おろうと今、さっきやってきたからさ。これかっこいいよ。これ。その斜めだけのやつと、クロスするやつといろいろ作ればいい。いいっすね。これでいくわ。おえー。うん。一個クロスの残りさじゃ。お前今初めて俺の取りに来たんちゃうか、こら。そんなわけないじゃないですか。なあ、プレデターみたいな感じからずっと撮ってなかったやろ。こいつなんか作ったやろ思って。なあ。何をおっしゃってるんですか。オースです。ここに、初クロスいきます。お名前もかっこいいじゃん。ねえ。そして手ぐしゃ。いややっぱ時間かかってる分ちょっとやっぱりかっこいい完成をね。かっこいいっすよね。うん。こんな感じになるんだうわめっちゃいいやいいっすよねでかっ
ここら辺がボコボコと出てるんですけど、修正しながら、さっきまで遅いって言われてた人が一気に、まあ、僕がこんなことないですけど、やっぱり3匹の子豚、なるほど、一番作るやつ遅かったやつ、まあまあええやつ作ってたみたいな、はい、そんな感じかな。若いなんかしっくりこなかったしっくりこないなかったなんかいいじゃん、それで本当っすか、うん、一回ペチンってしたいぐらいそのあの陶芸家さんが焼いた後パリンって割るみたいな あれをこの段階でペチンペチンってしたいぐらいちょっとムカついてきましたか人から見たら全然ありって言うんやろうけど、うん、自分では全然気に入ってないから一回バシッとまあでもあるよ、今ランチちなみに15時40分なんでくしゃろうとしてるくしゃろいいじゃん、それはそれで遊びで作ったやつだからさ、あっちはね、うん、でもただこれ焼いて完成したらむっちゃかっこよなってるやん、いや俺なると思うよ、麺とかないんですよね、このあの狭間の火災がもらえたある、うん、ここがまあ、いいや、生地が足りない、生地足りないかお前来てさ、あがるさ生地足りへんくなるよって言ってくんないいやいや、俺どれぐらい作ってるか知らなかった、うん、何俺だから火災がサダさんの狭間のやつが足りへんくなってた、ここここいらないでしょっていうところから取ってやってる、人のせいにすなよって言ったんだよ、ほら大揉めたか、違いませんだからさ、何でもまあでも残り物や思って自分のとこ足していくから、足してないやろ、赤松さんこれサダさん残り物よって言ってやってわずかなくなってるけど、そこ寸法足らなくなってますじゃん知らんがもうやめてよ緊急オペみたいになってますもん、こっちあー、いけた、これ余ったやつ、あ、ちょっと、それは余ってるやつです、大丈夫です、何やこいつ、乾くが背の際にやってる時にやな、お前そんなこと知らせる、僕もようやく完成間近の時に自分の端材がなくなってるっていうショックこれもいい分ですよ、ほんならこれ出来上がったお前にあげるわ、いやー、髪入れたっすかダメだじゃあ何持ってるんですか、これシャボシやん、何してと端材の使い方がもう斬新だこれほんまはこれ僕のこれに吸収されるとかじゃない、いらんいらんいらん今いらん今いらん今もういらんそのちっちゃなちょんってしたとうとうちょんってしたあーオースです、あれじゃないですか、佐藤さんマジでずっと見てるから、うん、ゲシュタルト崩壊でしたっけ、うん、そうなるよねみたいなことになっちゃってんじゃないかな、うん、あるあるそれあるわ、うん、いい急な罰いいな、失敗作という意味で罰を入れていくというのは己に刻む、己に刻むこの蜂の名前は罰です、うわぁインスピレーションすごい、オッケー、とりあえずあと今釉薬でごまかす、ちょっと待って、ちょっと待って、下のガリッピーはちょっと待って、俺の広大の作り方やっていい、はい、これです、なるほどね、これがこうだよ、こうちょっと整え、なるほどなるほど、いいっすよいいっすよ、おかっこいいよ、ええやええやかっこいいよこれいい感じ、ワンテージイエーイ、できましたね、ワンテージイエーイ、サタマーク入れてない、あ、ほんとだ、サタマサキです、SMG ね、どうですか今勝手に作ったと思う、あ、なんかいい、そういうのすげえよ、17とか16、そんなでっかいグラディウス入れるの、そしたらお前また買いかねえかんよ、ここにあのグラディウス、はい、完成どう、ここら辺英米かな、いい感じよ、ハザバはハザボット2024進化しましたね、はい、ちょっとここら辺置いてみようか、いや、全然儲ける全然ある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 10年前からメロス山で売ってるやろこれ、メロス山で買えるよな、これ買えるやつや、バンテージのバツバツバンテージバツバンテージ、赤松さんひっくり返したら全然ちゃいますやん言ってましたよねさっきの映像見てもらいたいですよガシャンってしたいって痛い
このまた丸テクスチャーやろ、この辺めっちゃ好き、この辺わあ、テクスチャーテクスチャー SMG もういいですね、これはちっちゃい結果落ちる佐田まさきですシャーやりたいって言ってたんですね、あの時とか別人になりましたよかったあの時くしゃってシューティリーの話でやっぱおかしいよやっぱりいやよかったですね我々止められて腹立ってきたって言ってましたもんねあ、これよこれよこれよ俺のそうだよ、ね、佐田さんまだ、うん、これやらないこれやらないじゃあもうこれ OK これ OK、うん、じゃあこれはそこ置いて飾っとこう、はい、じゃあ俺ももうこれこのまま置いてるからそれじゃああっちの方なんかちょっと扱いがカウルブなんかドライヤーとかなんで俺ドライヤーないオースですこれが高さをどれぐらいにするかっていうところで一枚の壁を作るために、これぐらいそうですね、ギリギリ高さだったらですね、うん、これで切った方がいい、うん、それで合わせながらどこら辺のサイズでよっしゃめっちゃいいよこれめっちゃはこれ何ですよこれで作ったやつってどれなんそれは作ってるめっちゃ作ってるんですよ使ってみてあこれいいっすねうん要はこれがこうなってこうなってこの下からこうやからここで引っ掛けるもだ、うん、あきれい味味と言うかな花輪さん指で押さえたところが強すぎてへこみが取れないですよねなんかやろうよ、ね、じゃあ私やったらここはこれあやりたいでなんかさもこうつなげてってどんな道具でもデザインになるんですね何でもね全部になりたくなってくる、うん、やってはいいっすよね、うん、なるほどこれどうですか正解は、その頭の中でこれでちょっと一回、okay. 閉じて、うん、貼りたいです手口で入れるように押せば、うん、入れていいですか、ね、あ、いいっすね OK いわゆる、キーテクスチャーテクスチャーで、あとは、網網のこことここをくっつけます水か水つけないからこのこれでドベドベ、はい頭にってむずいな、めちゃくちゃ頭使うわこれ積み重ねてるから上、下、上、下っていう段がこの、こうじゃないはいこうじゃないこうなんだこうで、こうなってってるからもう、うん、頭がおかしないそれそれそれ、うちがとあれが違うどれが違う？これなんかついてる。あ、ついてるか。赤松さん、大きな声出したらびっくりしますね。俺も自分で全然違うと思うんで、めっちゃ焦りましたよ。ここから見たら、なんか、柄がついてないのかと思ついてるんですよ。陶芸使いし、即興のすごい集中力。赤松、はい、知らんがな。いや、陶芸使いしそうですね、こんだけ集中したらいや、知らんがな。知らんがなって言わんといてください。気になるんですけど、陶芸疲れ。豆腐ゲーはい、困った、疲れ違いますやん、あるでしょ腰も痛いし、背中も痛いし言ってたからいや、なんでちょんってすんねんな、切ったな、ほんでこれこれ、ほんで忘れた頃にこうやって書くから、まっさーんの、これオースです。狭間さんなんかすごい、うん、もう2作目とは思えない感じのハザポってやったからな。あ、なんか早いですね。そっかそっかそっか、うん、これ最悪穴閉じて茶碗にしてもええっちゃうかっていうぐらいのジャストサイズになってきたな。でっかすぎてるわ。日本昔からの時から茶碗あるよ。確かにかわいそうなのみたいなのやらないですか。デザイナーズマンション内側もさ、やって内側もなんだっていや、いい意味の方ですよ。俺がデザイナーズマンション作ってるかい。ったー自分の感覚でもう形作る。赤松さんの指がちょうどええな、あの太さが。どういう意味よ。いや、なんかそのめっちゃフィットする指の太さですよね、これ。フィットさしてんじゃん。指いやいや、声みたいに言わんといて。これつけていいですよね。この指欲しいわ、この指。これが全部を包み込んでても、
汚いけどね、これね。指っすか？え、何？この辺が。まあ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 。いや問題です、はい。陶芸をやる時のこの底の指のちょうど大きさのサイズ誰でしょう？赤木さん。ちょうどええでしょう。正解です。赤松の指と鉢の底ちょうどええ。二丁拳銃さん。怒られんぞ、審査員。よし、どうですか、こういうこと。おわぇ。トゥヤンさん、ちょきれいよ。お家に見えてきた。え？そうそう、植物のお家作ってるから、ね、植物のお家。赤松さん、これ丸い点々をこう つけたいんですけど、うん、どういう風に塗ったらいいですか。点々。点々を。丸い点を。開けるじゃなくて、上にかぶせたいの。それは粘土をこうやって丸にして、こうやってやるし、サインとかはいい。あ、もうこれはちょっとさすがに HP って入れたんです。ホームページ？いや、違います。ヒューレットパッカード。いや、おかしいやろ。ここにいて急にむちゃくちゃ芸人のマーケットやん。すいません。HP？ 僕の HP 意味わかるでしょ。アザボットですやん。世界のね。いやいやいや、世界ちゃう。進化したな、アザボットな。うん、だからここっすよね、ここを。あとは乾かしてちぎるの。あー、いいですね。竹野さんにおられる。竹野ポットのちぎりね。ただこのデザインにちぎりが合うかな。ちょっと茶碗っぽいね。なんか薄めやろ。やめてください、ね。で、高台が茶碗感があるんですよ。竹野さん。で、回して。肩、真横に、真横に。いい姿勢。もう俺の手首と。肘と俺の手首と肘と全部が集中。いいね、うまい、まあまあ、まあ、これでちょっと多少なんじゃない。茶碗が7だじゃん、うん、いいな。あら、すげえ、いっぱいなんか、いいな。デザインされてた。これ唯一無二やろ。はい、いつだけ引き材やなと思って、あんまやりすぎるとちょっと、まあね、いやーいいやん。これだけじゃない、ここ違う合いに行く。あ、逆にここは足し算の見えない自由が欲しくてできない。何なのこれみたいな。自作バチ、うん、これ赤星さん穴開けないかも、これ。ああ、そうね、穴開けて、はい、開けました。乾かす間に灯台作ろうか。はい、食べる、行くか。いやいやいや、正式なやつ。いいんすかって言うか。これはいいですか。いいと思います。はい、じゃあそれは後でつけましょう。はい。じゃあもうひっくり返す。ほらほらほら。ここも回りしたいですか。うん、それもやってみようよ。その。やってみよう。お。ドカンと一発ダダダ。やってみよう。ダダ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 。竹郎さんに怒られんぞ、お前。竹郎さんは竹郎さんの巻き場で。いや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 よ。一郎さん。それ一郎さん。竹郎さんに怒られろ。あ、いやいやいや。いやそれ一郎さんや。一郎さん。あっちにいるんだ。一郎さん。これ今奇跡的にこうめくり損ねてグイーンって上がってるのめっちゃ良くないですか。いやわかんない。その良さはわからんの俺には。竹郎さんっぽいっすよ。竹郎さんの専売特許みたいなとこあるんですか、このちぎるみたいなのは。ちぎりといえばみたいな。ちぎりといえばね。っていうなんかこう鉢を作られてやるから。はあ。ここめっちゃ気に入ってる。どこ？これこのダサくない？ダサいよね。なんでダサいんですか？バリ取り忘れみたいな。ハザリ？あ、竹郎さんの鉢っぽいな。あれ。竹郎さんを出しとったやつだ、竹郎さんで。そんなこと言い出したらさ、バンテージすぎるでしょあれ。あれマンテージ、これだってマンテージじゃんこれ。マンテージの作者が OK 出してるから。いやでもこれは別に竹郎さんじゃないでしょ別に。ハザローさんか。ハザローさん。ハザローダサいな。そして気に入ってたって言ってたところみんなに出されるだから取ります。思い切りがいい。俺だって資格作りに来たからね。ちぎろうかそれ。これも俺勝手にちぎっといていいですか。ちぎろさん、ちぎろさん、ちぎろさんすな。ちぎろさんやっといていいですか。オースです。それさ、メケンでいく。メケンでいきます。さすがメケン。中央合わせ、中央。ちょっと待って、センターとは。
さすがにセンターのなんか印を置いとけば、なんかそういうところ、ボスでしたー。おおつてつてちぎるかちぎれちぎれー。うえー、こっからどういう工程になるんですか。こっから、はい、1日か2日ぐらい乾かして、はい、素焼きをして、はい、今度はその釉薬を塗って、釉薬千薬とか、それので釉薬とか、なんか売っててもおかしくないよね。いやいや、本当にな、はい、フランフランフラフラやったらある。あ、うん、完成よっしゃーできました。あ、手焼きます。せこいね、赤松さん。今、素焼きの部分でしたから。ガヤガヤガヤって。これ何言うて。こういう風にトゲなってんのよ。ここわかる、トゲ。これなんないと。俺、丸よりこっちの方がええわ、言うて。あ、ケーキのあれでピュッてやってて、これでできる。それやらせてくださいよ。100均で買ったやつ。デコレーションする、あの。これで。むずっ。あー、こういうこと。そうそうそう。あー、うわー、これテクニックいるな。うわ、むずっ。え、トゲむずいやん。トゲめっちゃむずいよ、これ。狭間、え、ちょっと赤松さん、これトゲのコツ教えてくださいよ。慣れるしかない。いや、むずいな。本当っすね。ここ一回できたんやけどな、ここ一回。穴がちょっと弱いっじゃないと。これやろうかな。これ赤松さんのやつ100均のやつちゃうんじゃないと。俺らにだけ100均渡せんじゃん。やってみてくださいよ、これ。そんなにさ、あ、そうか。これで、ね、焼くから、うん、このトゲもまたちっちゃになるってこと。そうそうそう。ああ、じゃあ大きめでいいですよ、佐々さん。もうでかすぎるやろ。佐々さん、佐々さんのトゲがでかいんだよ。あ、ええやん、ええやん、ええよ、溶けた。あ、いいね。そうそうそう、そういう感じ、そういう感じ。お、掴んだ、掴んだ。いいよ、いいよ、うん、ちょっとケーキ感あるけどね。まあまあ、今日まあまあいいですよね。いい4回さ、これ、でも引き算か。あんまりこっち側の線がいいか。やりたくなってくるんだ、こうやって。これも峠見てんだ、いっぱい。かましの赤松やってんな、これ。でもやりすぎるとまた引き算やもんな。ちょっと引き算がね、そうやな、これぐらいでいいんか。おお、ええやん。おい、ちょっとトゲ入ってんのかわいいな。一周するの。いや、一周はします。引き算か。いいっすよね、いいいい、トゲ感。わかったわ、俺。だからこう見え方が横から。そう、横からやった方がいい。いいよ、いいよ、いいよ。いいよ、いいよ、いいよ。ちょっと多めに出して引っ張るんだよね。わかったっすよ、コツ。うん、引き算やったはずだもん、お前。やりすぎたら、お前。ダサ言うたやん。多すぎる。なんか引き算じゃないっすよね。うん、いいっすよね。ちょんだりね。下打ちだらけ。下打ちだらけやな。もっとね、最初にウィッて出すんですよね。うん、ウィッて出して、そう引っ張る。ウィッて引っ張ったら伸びてきますよ。いいやれよ。いいじゃん。もうそこでやめといた方がいい。お前引き算すね。うーん、くれよ、これ。うーん、ちょっとよくない。はい、これがまたアクセントになって。オースです。引き算なんですよ。あんまやりすぎてもなんですよ。ちょっとインパクト残したいよね。でもむずいな、この、ここらやるのが。うんうん、面白い、道具のこれ。ねえ、面白いですよね、遊びが。いや、だから止まらなくなる現象。いっぱいつけられると、俺、持てなくなるんだけど。指さされちゃった。赤松さん、それはうまいこと持ってください。ありがとうございました。トゲありバンテージ。何がパスやってね、結局気に入ってんじゃん。まあ、うん、作っていく過程でしたからね。そうそうそう、見てこれ。結局気に入ってんじゃんっていう。さっさ白やるとするの。こっちは別にもうこれ白じゃないんで、こっちはなんか白塗ってた方がいいような気がするんですけど、グレー白ベースにしたいというか、色味的にこの四角は。
や白もね、またこの塗り方いろいろあるから、やろうかな。どんな感じですか、白。ベタッとついた感じにするのか、うん、こうかすれた感じにするのか、あー、なるほどね、ベタかすれみたいな、はい、白化粧、はい、粘土が入った白い、これが素焼きで焼いたら一回ピンクになるらしいね。でそしてまた翻訳したら白になるらしい。これ今もう液状になって、はい、これはもう、はい、あの水分抜いてるやつなんで、これをだけを塗ると、はい、結構ベタッと。かすれたいんだったらこれちょっとつけて、こっちを多めに。かすれで一回やってみますよ、ね、ちょびっとつけて、はい、こうガーッと竹の成長で絞くような感じ。そうそうそう、そういう感じ。そうすると乾いてくると白いのが浮き出てくる。おこんな 薄塗りでいいんですか。いや、もうちょっとだって濃くていい。刷毛、うん、が出ちゃうから。そうですね。あとね、面白いのはこれ新聞紙に一回塗るんですよ。ほうほうほう。新聞紙貼り付けるんですよ。でペッと剥がすと、そんな感じになる。へぇ、ここに塗って、はい、でエイキングですね。質感ですね。いやな、にじませなじませな。にじませなじませよ、これ。オースです。さっきのやつが潰れてもうたな。トゲ？トゲ。うん。より高い乳首みたいになってきてるんですよね。高乳首？高乳首になってきてるね。うん、どうや、高乳首やな。エンドレスですね、これは。もう史上2回目の夜中1時半。いや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 
なきにしもあらずだな。いや諦めてください、乳首に関しては。赤松さん、ここはどんな方法があるんですか？乗るのに。なんかベタっといくところもあっていいよ。ああ、ベタっとね。これ結構ベタ。なんかここは面白い。あ、もうちょっと。ちゃんとね、面白いなとか、ここめちゃくちゃやなとか、なんか、くしゃみかけるとダメなんですか？いいよ、全然やっていい。これでいいですか？あー、いいね。出た。あー、いいね。うわ、佐田さん、それはナイスアイディアなんちゃいますか？俺、エイジングとかようやるぞ、これ。なるほどな。はい。あ、これいい。これ。これいいね。ちょっと待ってください、さあさあちょっと待ってください。ああ、なるほど。ちょっと、いや、サタエイジングが入ってもうてるよ、俺は。水つけてビビッと取れば。取れてますこれ。ちょっと、ああ、ちょっと、これは残るんだね、意外とね、これは。いいじゃん、別に。釉薬塗るでしょ。釉薬めっちゃ塗ります。うん、嫌だから塗るみたいな嫌だ。オースです。ちょっとサーフィンやりすぎじゃない？やりすぎました。でもまあいいと思います。でもこれ明動がいさたさんですもんね、これはいいよね。これめっちゃいいよ、ね、この一手間でこれが白になると思ったらいいですよね。かっこよさそうじゃない？その中、二重になるね、良さそうですね。なんかさまさまのやつがとげついて、いかつくなりましたね。普通になんか悪なったんですよ。完成マジで本当にこんなにテンション上がったと思わなかった、はい、もう途中ちょっともう本当にあの時の俺殺してえなちょっとそちらの様子プレイバックします。プレイバックしてなんかペチンってしたいぐらいそうムカついてきましたからでも結局こうひっくり返ってたらさ気に入るんだよ、成功さん。成功じゃん。気に入った上気持ちができました。いや、最高の形で。あれです。はい。で、これがどうなるか。そうですね。次、赤松さんが素焼きをしてくれてるんで、次は釉薬を今度また塗りに来るから、釉薬塗って、で、本焼き。で、完成となります。まあ、今日はここまでよ、本当に。5時間半やってるっていう感覚ないですもん。うん。2時間ぐらい。いや、2時間はちょっと嘘盛りすぎやけど。3時間ぐらい。4時間ぐらい。
4時間ぐらい。もうすぐ盛るから。森の狭間やから。森の狭間って何？5時間寝てるのに今日1時間しか寝てないですよっていうから。森の狭間やな。恥ずかしいな、森の狭間。山本さん、ありがとうございます。まあだから赤星さんの8 AHG アンドハッピーデイ、ハッピーデイ、はい、ね、普通に赤星さんの8売ってるから、はい、じゃあ普通に買えますから、はい、キロン、うん、キロン鉢を12月っていうか、ハッシュタグキロン鉢で検索してみてよってことで、ということで、またみんなはね、気になったら植木鉢を作ってみてよってことで、おお、多分こけた。マーチャンパン、いただきます、いただきます。これちょっとまずだ、下に蜂蜜が、うまく、何これ、これ特製、赤松さんとこのやつで出してるやつですか。そうそう、下のカフェやってるから。へぇ、うまっ。ミクルジュース、何でこれです。健康ドリンク、コボさんが入ってる。これ赤松さん、これグラケースのでっかいの、当時何本で買いました、これ6万円安っ、今ね、グラケースめっちゃ高いですよ。だこれだって初のイベントは何だね、70万とかしてた。本当にこうやり始まっちゃったらもう集中しちゃいますよね。本当に時間忘れちゃう感覚というか。だからよ、陶芸教室とかな、はい、ジジイババア行くって言うけども、ジジイババア行く、今若いの多いよ、はい、本当ですか。意外と、何作るのかなと思ったら、うん、鉢作って、へぇ、これやっぱり慣れてるな、早いもん。どこまでやればいいかわかんないね、最近。はい、そうですね、OK が、自分ならオッケーなのかな、失敗の経験よ、ね、だからお前最初からサイコロの少しずつがそうなんだよ。失敗してもいいって覚悟で挑むじゃんな。はい、さあさん、え、お言葉ですが、うん、鼻水出てます。出してんねん、出してんねん、お前。あーだってカメラ止めて。あすださん、実質赤松さんあります、これ出て力入りすぎて鼻水もスワーって出ます。来ました、立山祭おめでとうございます。よし、ここでブレーキングかけて、はい、ここでまたこれ開く二足で落とす。もう昔くぐらいスピードが出ないですよ。前はそんなこと言わなかったですね。はい。だから本当本庄サーキットと違って広いから、はい、景色も広いし、はい、スピードも出てくるから今度逆に。ああ、なるほど。ゆっくり見えるかもしれんけど、意外とその出てるよって出てるよっていう。